海上保安官とは、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする日本の行政機関である、海上保安庁の職員のうち、法令の海上における、霊降、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び、鎮圧、海上における犯人の捜査及び、逮捕、海上における、船舶交通に関する規制、水路、 航路標識に関する事務その他会場の安全確保に関する事務並びに、これらに付帯する事項に関する事務を行う職員を指す。会場保安庁法第31条において、司法警察職員として、会場保安官と、会場保安官補が指定されている。訓練を行う、会場保安官主な職務は、会場における犯罪の取り締まり、海難救助、海洋汚染の防止、 海上交通の安全確保などとされている。会場で発生した事案について、警察官とほぼ同等の権限を持ち、警察官職務執行法を準用し、必要に応じて武装することも許されている。また、海賊については、日本国の領海のみならず公会場でも追跡、打法及び容疑者の逮捕と強制家宅捜索、関連資産の押収ができる。 海上保安官の給与は、一般職の職員の給与に関する法律に、規定される、公安職報給票が適用されるが、本庁や管区本部に勤務する職員の内警備、救難部以外に所属する場合においては、行政職報給票が適用されることもある。職務に必要な各種資格の取得は、町内の教育機関で行うほか、船舶関係、無線関係、 航空機関係の有資格者の採用を定期的に実施している。職員の多くは、海上保安学校または、海上保安大学校の卒業者であるが、最高位とされる、海上保安庁長官は、第43代長官に、海上保安庁生え抜きの職員が就任するまで、一貫して、上級官庁の運輸省とその後継官庁の国土、 交通省の局長級キャリア官僚が長官として就任してきた。また、管区本部長や本庁の機関職員には国土交通省や省庁間交流によるた省庁職員などの官僚が海上保安庁の職員となる場合がある。少数であるが、海上保安庁が採用した一種及び三種採用の職員から海上保安官になる者がいる。 海上保安庁法施行令第9条には1等海上保安官を最高位とし3等海上保安司法まで12階級を規定している。ただし、同志行令における階級最高位である1等海上保安官の階級は人事上その職責によって高渦に区分されているため階級制度上1等海上保安官の階級だけで2階級存在している。 さらに、部下を指揮する役職としての長官、次長及び、海場法安官が存在し、また、海場法安長職員複製では、先の三職の制服を定めていることから、実質的には長官を最高位として学生まで、含めると13階級となっている。なお、現在、海場法安官補は誰も在職しておらず、また、海場法安官補の階級である、一等、海場法安司法から、 三党海上法案司法の任命も発令されていない。下記の一覧表は、海上法案官等の階級名称をもとに、過去から現在までの組織の移り変わりや階級の否定を表した。組織長の欄は正式な階級名ではなく、官職名であるが、便宜上英訳では階級風の呼び名が使われている。軍政の階級との比較を行っているが、 表外の注釈に示す通り軍事組織との階級否定を試みたものではない。海上保安庁の広報などでも階級表記はほとんど用いられず、職員の職務、職責を表す船長、航海士、通信士、専門員などが用いられる。海上保安官となるためには、幾種類かの採用コースがあり、海上保安大学校内し海上保安学校の 学生採用試験合格者からの採用を中心とし、会議資格等の有資格者採用試験や国家、公務員採用試験の先行合格者からの採用も、ある。海上保安大学校では、幹部職員候補としての教育を4年間行い、海上保安学校では、専門職員向けとして1年、ないし2年間の教育を行う。海上保安官に対する表彰は、 内閣総理大臣表彰を筆頭に、国土交通大臣表彰その他の国務大臣表彰があり、その他に海上保安庁長官表彰をはじめとする表彰がある。海上保安庁の表彰には、以下の表彰気象の伴う表彰のほか、個人及び団体に対する召使などの各種表彰がある。各種表彰を受け明らした職員は、 海上保安庁表彰記念賞を配用することができる。なお、危険業無十字社助君の対象でもある。第21条海上保安庁長官は、海上保安官の中から校長を命ずる。ありがとうございます。